ペドロ一世の墓回廊と、教会アルコバーサ修道院は、ポルトガル中部、レイリーアケンアルコバーサにある、市東会修道院。正式名称は、モステロデ・サンタ、マリアデ・アルコバッサ、またリアル、アバディアデ・サンタ、マリアデ・アルコバッサとも呼ばれる。ポルトガル最古のゴシック様式を持つ教会を、はじめ中世の建築軍がそのまま残り、 1989年、ユネスコの世界遺産に登録された。アルコ・バサ修道院とも表記する。ポルトガル初代国王アフォンソ一世の書願により、1178年に建築が始められた。フランスの首都派の影響を強く受けている。修道院の正面ファサードは18世紀に改築されたバロック様式だが、内部はゴシック様式が残り、 強い精神性を感じさせる。南の翼牢には、ポルトガル文学で秘伝が歌われる、ペドロ一世と、愛称、イネスの墓が並んでいる。ポルトガル王アフォンソ四世は1334年、王太子ドンペドロを、カスティーリア王族コンスタンサ・マヌエルと結婚させた。ところが、カスティーリア王国から突いできた、コンスタンサの助官の中にイネス・デカストロというかぐわしい、 美女がおり、ペドロは、イネスの方に夢中となった。王位の後継者が制裁を顧みず、不倫の愛に溺れるのを見かねた。アフォンソーは何度もペドロにイネスとの関係を断つように、迫るが、ペドロは、聞き入れようとはしなかった。王女コンスタンサは、王子フェルマンドを出産したが創生した。やがて歳月が流れ、ペドロは、イネスとの間に子も生まれた。公務をないがしろにして、 コインブラで愛の生活を送るペドロに絶望したアフォンソ王はついにイネスを亡き者にするよう三人の家臣に命じた1355年1月7日王子ペドロの不在の間に三人の資格はイネスを暗殺したこのことを知ったペドロは怒り狂いポルトガル北部で反乱を起こすが母校ベアトリスの取りなしで翌1356年8月に父と 子は和解した。その5ヶ月後アフロン総ーが死去し、ペドロはポルトガル王位に即位した。これがペドロ一世である。ペドロ王は不王とは和解しても実際にイネスを手にかけた。3人の資格は許せなかった。カスティーリアに逃れた。2人はポルトガルに引き渡され、ペドロ王の目の前で処刑された。アラゴン王国に亡命した者は自殺に追い込まれた。 イネスを亡くした、ペドロ一世は、その後、二度と結婚せず、独身を通している。そして公務に政令し、しばしば地方を巡回して、裁判を行った。その裁判は幻覚を極め、ペドロ幻覚王と呼ばれた。ドニャイネスの悲劇は、ポルトガルの死や、伝説の中で長く語り継がれている。この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。